ファミリーです。今回はなんと猫を迎えしました。先ほどね、保護主さんが連れてきてくれて、ケージの中にね入れていってくれたんだよね。というわけで今日が0日目。0日目だね。1日目 1.5日 0.5日 1日目かな。ほらチラチラ顔がおお、テレビ見てんの。おお、よっか、テレビ。名前は何ですか。ミャオです。名前はミャオです。名前言っちゃっていいよね。いいよ。名前はなんと、はい、なんとしらすちゃんです。はい、しらすちゃんになりました。なんでですか。で、ね、海辺で、なんか保護されたらしいのでしらすちゃんです。そう、三浦海岸のね、そうところでいっぱい繁殖しちゃってたらしくて、そこにいっぱいいたうちの一匹の子です。残されたんだよね。はい、よかったね。なんかすごい落ち着きなく動いてるけど。珍しいって。戻るんかーい。どうしたの。ちょっと疲れたわって。早くない？ね、まだちょっとね。落ち着かないのか、ずっとね、にゃん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 言ってんだよね。そうにゃん。飛ぶ時始めたらすごい。ね、さっきまでずっとハンモックから動かなかったのに。ね、すごい。ね、動画の力ですね、力。ハンモックに入れるかと思いきや。こんにちはって。奥にいた。あれ、いなくなった。さっきおやつあげたけどね。もう落ちるの嫌なん？入った。ね、なんかね、出たい感じが出たらって言われたんだけど、とりあえずケージのことを自分の家だって認識してもらうために今はとりあえず一番下まで降りる？お、降りるのか？降りるのか？うん、みんなの。ママがね、ちょっと作ってくれたからね。はい。下まで降りる？お、降りるの怖いの、もしかして。怖いじゃん。ふだだ。爪研ぎか。やばい、上上がれなくなっちゃった。どうしよう。助けて。上上がるのどうやってやんだっけ。もう降りるしかないか。よし、降りよう。ほんと怖いな。降りてみたけど、この給水器には水が入っていないらしい。上にあるね。もしかしてトイレ行きたい？水も入ってないし。上にある。上にあるよって。これもしかしてトイレ？ここにあったのトイレ？やだ、気づかなかったわ。どうやって入るんだっけ？ちょっとちっちゃいのよね、このトイレ、私には。でもこれじゃないと気づかない。ですよ。これじゃないと。どうした？戻る？そうね。ふい！お？かわいい。ひたすらかわいい。くんくん。そうね。6月の生まれだから。もうすぐ10ヶ月なのかな。まあそんぐらい多分。もう出たいの。出てみる？少しまだ早いの。そっか、まだ0日目だからね。そうね、1日目だから。なんかちょっと気になるっぽいね。ね、気になるね。なんか洗濯機あるじゃん。洗濯機に入りたいの。
イレには入りたくないんだね。トイレには入らない。 なんとしてでも足を踏み入れない、うん、そして水が入っていない。あれここちょっと冷たいけど、まあいっか。でもハンモック好きらしいよね、この子ね。ね、ハンモックずっといたもんね。うん、うん、かわいい。うん、かわいい。本当に気になる。あー、寂しいな。結構大きい声で鳴くよね。うん、猫が大きい声なのか、この子が大きい声なのか。よいしょ。肉球、見えますね。あ、ちょっと見えたでしょ、白っぽい。綺麗な肉球でした。うん、濃い赤ではなかったね。うん、濃いピンクじゃなかったかな。おいしょ。ちょっとすいません、ここを開けられますか。そこのね、洗濯機が気になってるんですよ。この距離揺らるし。そこの洗濯機一生懸命手伸ばしてる。これすいません、ちょっとこれ持ってきてくれますかね。ちょっとそれ、洗濯機、なんでそんな洗濯機やってるの。ちょっとって書いてあるんで、私の足より硬いと思うし、多分私のだと思う。私のでしょ。声枯れないの。誰か猫語を解説してください。ん、ほう、そうか、そうなのか。そうだよね、うん、ママもそう思う。うん、やっぱそうだよね。ほう、これが俗に言う夜泣きですか。飼ってる、悲しいよさんのね、飼ってる猫が反応したらすごいけどね。お、とっと、かわいい。あれ、リュウも来た。あ、リュウも来た。あ、リュウも、リュウも来た、来た、リュウも来た、リュウも来たじゃん、リュウも来たじゃん。どうした、リュウも遊んでくれる。あんた、私を出す子？リシネ、こんな水かい最強だよ。ね、かわいい。さっきまでね、ここら辺いたよ。洗濯機行ってるの？どうでしたよ。分からん。いや、でも、ちょっと出たいのかなって感じはする。でも、まだ早い。って感じだったけどね。2日ぐらいはちょっとって言われたから。ちょっとだけ我慢ね。ちょっと甘えた声で泣いてる。我慢、我慢。言い聞かせてんの、自分に。そこ違くない？なんか違うよね。うん。入れなくなっちゃった。なんか昔はマシン出れないんですけど。うん。しらすちゃん。返事した。ヒルを見て言ってた。目がね、ギラギラしてギラギラって輝いてギラギラ。あ、ハモクに手つこった。戻った。超可愛い。めっちゃ痛そうだけど、ね、今日はちょっとご飯は食べてくれなさそうだね。さっきおやつあげたけどね。おやつって言っても本当数粒数粒カリカリ。でもなんか来てから3日間くらい食べてくれないって言ってたよね。言ってた。食べてくれないかもしれないですって言ってた。明日になったら、ね、もうちょっと慣れてくれるまで様子を伺って伺ってじゃない、様子を見てね、仲良くなっていけたらいいね。うん、うん、かわいいかな。はい、じゃあしらすちゃんの今後が気になる方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。はい。どんどんね、うん、子供が上げていくよね。多分ね。はい。それではまた次の動画で。にゃー。
にゃーをしましょう。しんたけしんたけ勝ちてー。だいちゃんとどうにゃーをのしらすとビーマー先割れちゃう。ママでした。あ、かわいい。せーの、せーの、バイバーイ。おにゃお、バイバイにゃお。